カル、リンダロウ、イブキ、今日は激アツおでん三人羽織。なんかちょっとテンション低くない？大丈夫そう？つまんなそう。面白そう。誰が持ってきた企画なんだろう。超面白そう。僕が持ってきます。つまんなそう。これは簡単です。三人羽織の三人バージョンで、右手が誰か、左手が誰か、激アツのおでんを食べてもらいます。え、一人右利き？俺右利き。なんで俺が空前っておかしくない？そうじゃん、絶対じゃんけんで決めようよ。じゃんけんぽい。あ、いい子でしょ。じゃあやっていこう。はい、というわけで買ってきました。おでん本来の温め時間に長めに温めてもらって、レンジから出した時にグツグツ言ってたからちょっと楽しみだね。頑張りましょうかね。はい、無理、マジで無理なんだけど。ワクワクしちゃう。参ります。これさ、いや、もう分かりやすいんだけど怖いね、これ怖い。マジどこ、どこだ。おでん、あった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 。いや、この二人が喋っちゃダメだな。俺が喋るんでしょ。あ、そっか、怖いね。待って待って。あ怖い、怖すぎる。あっ、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 これ俺動かない方がいいねえ。どこ、これ俺が避けちゃダメなのか。避けちゃダメなの。あっ、そう、あっ、ここ。あ、熱い。今これどういう状況？全然わからん。怖い。ちょっとさ、自分これ俺手出ちゃダメじゃん。ちょっとおでん、今おでん、おでんの、あれ、おでん、あ、今の、今のセコい。無理、これ熱いし。いや、ダメ、食べないと。全部食べようかな。食べちゃうから。あ、2個一気に食べちゃおう。これさ、これさ、待って、ちょっと、はい、一回、はい、休憩、はい、休憩。はい、というわけでどうだったでしょうかね。今日はめちゃくちゃ短い動画になっちゃったけど、まあ、これが面白いと思ったら、いや、ダメ俺だけやるのは許せないから、二人とも、地獄を味わえば、はい、まだ暑いんかな、そもそもこれ。どうなんやろ。いけるいける、ツンツン。こっからは、キモキモすぎる。はい、ということで、じゃあ2人でもやってもらう。余裕だよ。じゃあ2人目。やばい、汁がこぼれそう。あの、箸が手前、もっと手前。あ、そう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 、ノルデンしようかな。あ、じゃあ、ま、もっと、まね、あのね、右の方がいいな。あ、それじゃない、それじゃない。あ、それじゃない。あそこじゃないな、奥、もっと奥がいい。それやだな。あ、熱い。あ、熱い。あ、熱い。あっかい、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 やべー、やべー、惜しいなー。一回、ちょっと危ない、箸が、箸が暴走してる。あっかい。ちょっと、早いな、ペースが。やばい、一気に2個。あっかい。あちゃー。あ、あっかい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 、休憩、ちょっとやばい。手にかかってんだよ。やばい。これむずいわ。三人目、ね、なんかおかしいよね。なんで、なんで二人とも足。何食べようかな。何食べちゃおうか。いやー、ちょっと、いやー、2個、あー。おいしょ。
うん。待って待って待って、お風呂いっぱい。はい、というわけで僕2人のおかげであの服がすっごいことになっちゃった。でもすごい美味しそうに食べてたよ。まあそうね、美味しかった。光に関しては箸で喉の奥ついてきたからね。死ぬかと思ったよ。めちゃくちゃキモかったんだけど。しかも一回さ、箸と箸掴んでた。あ、掴んだ。そう、なんか岩城くんがなんか光の箸を掴んでなんか2人で力ずくで入れてくるから、マジ死ぬかと思った。いけないことした。いじめられた。もうお嫁に行けない。はい、ということで、はい、このクソつまんない企画が良かったと思ったら、はい、いいね、高評価、チャンネル登録、一緒じゃない、コメントいいよ、リツイートよろしくお願いします。以上、僕たちがせーのスケープゴートでした。またな。